はい、どうも皆さん、こんにちは。今回は視聴者様から、ケイスケさん、タウンホール9からタウンホール12あたりの中、タウンホール隊の人向けのラバンルーンラッシュが使えなくなった後の最強編成、紹介してくれませんかっていうリクエストをいただきましたんで、今回はですね、まあちょっと、今度、タウンホール9、10とか11、12の各タウンホール隊の2023年度版、今度動画にいたします。で、今回は、もうタウンホール10から12あたりでできる、もう、ラバルーンラッシュですね。もう、ラバルーンラッシュと言っても過言ではないような疑似ラバルーンラッシュ。こちらね、動画でお送りしていこうと思います。ガガジャニのー、ケスケ立脚のー、ケースケです。ポン!ということで、今回はですね、先ほど説明した通りですね、ハロウィンイベントが終了しまして、ラバルーンラッシュが使えなくなって、ちょっと前回取れなくなった人結構いらっしゃると思います。そんな方向けの編成がございます。はい、こちら。はい。まあ、編成パッと見て知ってる人は知ってると思います。アカネ式ですね。アカネ式ラバルと呼ばれる戦術で。まあ、どんな戦術かっていうと、突撃艦の、ライトニングドラゴンに、レイジをクローンをかけて、まあ、バルーンをクローンさせていって、バーってやって、で、ライトニングドラゴン、突撃艦に入ってるライトニングドラゴンで援軍処理とか、相手のアチャック処理、区画を削ってあげて、で、あとはラバルをね、呪文なしで回していくだけっていう編成になっているんですけれども、今回はですね、実は数ヶ月前、海外の動画で、この赤根式のなんか違う攻め方、赤根式の違う攻め方じゃんみたいな感じの攻め方が実は海外の動画で見かけてまして、で、その後ハロウィンイベントでラバルラッシュ、こうやってて、数ヶ月前に海外で見かけた赤根式のなんか違う出し方の動画に似てるなーって思ってたんで、今回ね、こちらの赤根式ラバルの、海外の動画で見かけた違ったね、攻め方、こちらね、皆さんにお届けしていこうと思います。なので、クワガー動画ほぼ毎日投稿しておりますんで、まあ、チャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひもチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、あとね、この間みたいに公式さんから開発ビルドをお借りしての先行プレイ動画とか、チャレンジ攻略法動画にしていきますんで、最新情報を一躍ゲットしたい方は、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ということで、それではね、タウンホール10から12まで、12あたりでね、使えるラバルーンラッシュ、疑似ラバルーンラッシュ、こちらね、動画でお届けしていきましょう。レッツゴー!課金される際は右下の歯車マークから詳細設定、クリエイターを支援で、クリエイターコード、ケイスケの入力をよろしくお願いいたします。はい、それではまずはね、タウンホール10の方で、まずは通常の赤根式ラバル型の方からお見せします。マルチでね、タウンホール10ね、探したんですけど、全然出てこなかったんで、タウンホール11相手にやっていきます。こんな感じでラバーを縦にしつつ突撃艦を入れてってあげて、で、はい、レイジ、クローンでバルーンをバーッつってやってあげて、で、防衛室をたくさん壊してもらいつつ、ライトニングのね、ライドラの、チェーンでね、たくさん施設をぶっ壊してってもらって、ルートを作っていく。施設をぶっ壊していくって感じです。ちょっと、施設結構残ってしまいましたが、どうしようかな。まあ、キングクイーン出していきつつの、まあ、こんな感じで、防衛施設の層が薄くなってんじゃないですか。12時から11時にかけて。なので、そこをね、ラバル通していきます。だいたいラバーハンドをね、各方面から1体ずつ出していって、バルをね、3体ずつ出すイメージで、やっていきます。で、もう呪文使う必要がないんで、あとはもう適当に回収用のユニットを出すだけみたいな感じですね。ラバル回しが苦手な人はね、最初はね、まあ、ラバとバルーンをこう、残ってる防衛室に対して囲うように出していくイメージがいいと思います。はい。これが、まあ、通常の、アカネさんっていう方が考えられた、アカネ式ラバルって呼ばれる編成となっております。これがね、通常のアカネ式ラバルの進み方になってます。で、今回ね、紹介する、ラバルーン使えなくなったけど、もう、タウンホール10から12まで、もうこれラバルーンラッシュじゃんみたいな感じの出し方、やり方、この後ね、お見せします。ただまあ正直にこっちの通常の赤根式ラバルの方がいいと思うんですけど、この後紹介する方がもうラバルーンラッシュ感がすごいあるんで、ちょっとね、お見せしていきます。ほんとなんだろう、蹂躙してる感がすごい出てるんで、お見せします。ラバルーンラッシュみたいに。はい、それがですね、まあこういった密集してる配置にぶっ刺さります。広い配置にはあんま刺さないです。こんな感じで、相手のアチャクイと、クランジョーがね、遠いところから囲うようにラバとバルーン出していきます。あ、間違えて、ちょ、ラバ。一体余計に出しちゃった。本当はこのラバハンド、突撃艦用のラバです。突撃艦守りのラバです。で、逆方向から、はい、突撃艦を入れてってあげて、さっきのね、ライドラバルーンのライドラバルーンレイジクローン、やっていくっていう感じですね。これで、はい、9時側はライドラバルーンで削ってあげて、他の12時から6時にかけては囲うように、ぶっ壊していくっていう感じです。はい。はい。わかります。これ、わかります。
ラバルーンラッシュ並みの蹂躙感出てんの分かります？これです。ラバルーンラッシュ何が気持ちよくて人気あったかっていうと、もうクソ強すぎてもう蹂躙してる感がすごい楽しかったじゃないですか。ああいう感情も再現できるんですよ。これ海外の動画で見かけたんですけど、これがはい疑似ラバルーンラッシュです。まあただね、対戦とかではね、あんまおすすめしないですかね。なんでかっていうと、最初ラバル囲ったように出したじゃないですか。あそこ不確定要素どこまで壊すかもわかんないし、突撃艦パートも事故る可能性もあるんでわからないっていうのがあるので、まあ、最初に突撃艦ライドラクローンやってから様子を見て、ババキンアチャクイで施設をカットしてってあげて、ラバルを回すって方がいいと思うんですけど、ラバルらしかの、蹂躙感を出すんだったらこっちっていう感じ。じゃあさっきよりも施設レベル高いところでちょっともう一回やっていきますよ。はい、こんな感じでラバとバルーン出していきつつの、はい、こんな感じでアチャクイと、逆サイドがね、こう出していくイメージで、あ、ちょっと、あ、全然違ったわ。全然アチャクイ側が出しちゃってわ。ラバル。まあいいや。はい、こんな感じでもう囲うように出していってあげて、で、逆サイドが突撃艦。入れていきます。で、ここでレイジ、クローンです。はい。で、一気に削っていくっていう。もう、ね、ラバルーンじゃないですか。ね。ね、ラバとバルーン使ってますから、ラバルーンですよ。はい。もう、ラバルーンいなくなっても、ラバルーン使えますから。はい。なんですけど、一応ね、まあ、タウンホール11、12とかで、まあ、もう一応できると思うんですけど、13とかだと、投石とかあるんで、ちょっとあんま危険なんでやめた方がいいかなと思います。あと、ギガインフェとかも強いんで。なので、まあ、できたとしても、タウンホール12までかなって思ったんで、今回動画でご紹介いたしました。そうですね。これ対戦でやめといた方がいいっていう理由、もう一つはね、これ今回マルチだからいいですけど、防衛援軍で例えばドラゴンとか入ってた場合、ね、勝手にこう、ね、ライドラがね、で、援軍処理できなかった時、ラバルが一方的にやられちゃうだけなんで、もう突撃艦ライドラバルーンクローンで援軍つってて、ヒーローで処理してからラバル回すみたいな方がいいと思います。なので、ちょっとタウンホール11からは通常の赤根式ラバルでやっていくんですけれども、もう普通にこっちの通常の赤根式ラバルの方が、安定性的な面、まあ、ちょっと事故率も全然あります。トルネートラップに引っかかってやられるっていう事故率も一応あるっちゃあるんですけど、なんだろう、リカバリーが効くとかっていう面だったら、通常の赤根式ラバルの方がいいと思います。で、最近だったらね、はい、インビジュも呪文ですね。出てね、こんな感じでライドラを守ることができたりとかっていうのもできますんで、やるんだったら、こっちの方がいいかなって思ったんですけど、ちょっと待って、ちょっと事故り気味ですね。ちょっと危ない、追い逃がしますね。やべえ、どうしよう。ちょっと思ってたほど削れてなかったんですけど、これいけるかな？通常のラバル回し、いけるかな？まあ、言っちゃうともう中のさ、使用施設をくり抜いてあげれば、あともうラバル外回してるだけっていう理屈です。今ね、どうしようかですげえ迷ってます。で、あとそう。できれば、インフェロタワーはね、絶対ね、突撃艦ライドラバルーンパートでぶっ壊しておきたい。こういう密集してるね、クラン対戦とかで、さ、野良対戦とかでよく見かけるマルチ的な配置とかに対してぶっ刺さります。インフェロタワーは、シングルの方が刺さります。やっぱりバルーンってもう呪文使わないんで、ここから。もしマルチインフィオタワーが残ってしまったら、ずーっと焼かれ続けるんで、残ってしまった場合ね、インフィオタワーが残ってしまった場合、バルーンが焼かれ続けて落ちてしまうんで、マルチインフィオタワーに対してやるんだったら、絶対壊せるように出してください。突撃艦ライドラバルーンパートで。マルチインフィオタワーを絶対壊せるようにやってください。その点は注意です。シングルインフェだったらまだバルーンの、まあ、ラブハンドすぐやられちゃうんですけど、バルーンの物量で押し切れること全然あるんで、いけるんですけど、マルチインフェタワーはね、きついんで注意してください。はい。なのでね、ちょっとね、テンパりながらね、解説してたらね、なんか気づいたらぬるっとね、はい。こんな感じで前回取れました。まあ、そうですね、こっちの通常のアカネ式パターンだと、ラバルーンラッシュ感はない感、あるっちゃあるんですけど、さっきほどではないですけど、こっちの方がまだちゃんとした戦術のラバルっていう感じではありますよね。はい。なので、対戦でやるんだったら、俺的にはこっちの方がおすすめしております。で、次はね、タウンホール12バージョンやってみましょうか。タウンホール12バージョンの場合ね、突撃艦ライドラバルクローンで、バルクロでタウンホール、まあ、全然狙ってて落とせっていいと思うんですけど、
やっぱりタウンホール爆破してバルーンがね数体一気にまとめて落とされちゃうみたいなことがあるんで、あって、あの全然仕事しないっていうことが、あの可能性として全然あるんで、こんな感じでねやっていきますよ。どう、どんぐらい落ちるかな。まあそこそこ落ちますよ多分。うん、落ちますよね。で、まあまあまあそれでも結構仕事してましたね。びっくりするぐらい仕事した。だけど、まあタウンホール爆破でバルーンがすごいまとめて落とされて全然伸びないっていう時もありますんで、まあその点について気をつけていただければいいかなって思います。はい、あでも仕事量やべえなこれ。待って、対空砲全部ぶっ壊したな。はい、バリューがすごいっすね。はい、もう初手ラバルーン投げ込んだぐらいの バリュー出てるの分かります。バランス調整後のラバルーンぐらいな感じかな。初手もうラバルーン投げ込んじゃってって、こんだけ削れてあとはヒーローなんか入れていくだけみたいな感じになってますよね。なので、はい、こんな感じ。あとはゆっくり見ているだけでいいっていう感じですね。なんで、まあ、タウンホール中にも全然ね、バルーンね、クローンしていいと思うんですけど、個人的に、実況主的におすすめなのが、タウンホール12ぐらいになってきたら、もう、ライドラの方をクローンした方が結構バリューで出る時があるんですよ。なので、ちょっとね、この後、その攻めお見せします。実際にタウンホール12バージョンで、ライドラの方をクローンさせたバージョン。ちょっとお見せします。以前にもね、動画で何回かね、紹介したことあるんですけど、ぜひね、これを機会に、まあ、マルチで練習してやってみてください。で、その後、フレチャーで練習して、で、ものになってきたなって自分で確信持ったら対戦でやってみてください。じゃあ、ちょっとお見せいたします。はい、では、ラストにさっき言ったライドラクローンね、お見せいたします。ちょっと、あちゃくい工事中だったのがちょっと残念なんですけども、まあ、いいでしょう。さあ、こっからね、ラバ突撃艦を入れてってあげて、で、突撃艦の中身はね、ライドラ一体だけにしてます。で、さあ、こっからね、ライドラの方ね、レイジクローンをさせていくわけですよ。で、もう、レイジー4体一気に村の中心部に、こうね、発生させていってあげて、チェーンで一気にぶっ壊していくっていう攻め。どう、あ、でも待って、ちょっとどう、タウンホール残りそうだな。どうでしょう、仕事量的には。あー、タウン残るとね、怖いんだよなー。どうだ、いけんのかなー。もう、ちょっと、これ、最後の最後失敗かな。ババッキー、あー、待って、タウンホール壊れてた、チェーンで、なんか。なので、はい、もう、ね、もう残ってる面が6時から3時の面にかけてなんで、あともうこれ呪文なくてもいけるよね、と。で、グランドウォーデンがいますんで、あとはもうやばくなったらグランドウォーデンのトームかけていってあげる。まあ、まとまってきたバルーンがウィズ島に攻撃を受けているタイミングとかで、もう当てていってあげればいいと思います。まあ、タウンホールにも一応突撃艦スパーチャーもできるんですけど、まあ、こっちの方が俺的にはバリュー結構出るかなって思ってます。密集してる配置とかに対しては。うん。で、広い配置だったらマスパーチャーの方がいいかなって、はい、思います。なので、よろしければ皆さん、野良対戦とかでちょっとマルチ的な配置出てきたらね、ぜひやってみてください。ラバルーン使えなくなった後でも、なんかラバルーン使ってるような、そんな感覚、味わうことができます。通常のラバルで、ラバルーン、みたいなね、気分爽快な、攻めね、することができるっていう、そんな、動画ご紹介いたしました。どうですかね、なんかラバルーンみたいじゃないですか。そう思った方いらっしゃったら、ぜひともコメントよろしくお願いいたします。俺だけかな、そう思ってんの。ケイスケ実況局では、ただいまクランメンバーを募集しております。詳細は概要欄に貼ってあるクランメンバー募集の動画をご覧ください。はい。ということで、今回はですね、ハロウィンイベントの、ラバルーンが使えなくなった後、タウンホール10、11、12で、ラバルーンラッシュみたいなね、蹂躙してる気分を味わえる攻めできるよっていう、そんな動画、お送りしていきました。まあ、配置は、選ぶっちゃ選ぶんすけど、まあ、決まるとほんと爽快感すごいです。まあ、ラバルーンラッシュもさ、ほら、弱体化バランス調整で下方修正された後さ、決まんない時結構決まんなかったりとか、したじゃないですか。なんで、まあ、そんな感じ。でね、面白く遊べると思いますんで、興味がある人は、よろしければやってみてはいかがでしょうか。はーい、ということで、コーヒークラッカー動画ほぼ毎日投稿しておりますんで、まあ、チャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひもチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、この動画面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント、友人やクラメニシアの方、よろしくお願いいたします。はい、ということで、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。